半山区住宅、群れ半山区は、香港島北側の中心部の高台に広がる住宅地区である。香港有数の高級住宅地である。南側は山頂、北側はビジネス街中間に接している。香港18区でいうと、中西区に属する。しばしば、区を取って、半山と呼ばれることもある。香港人、外国人を問わず、富裕層が多く住む。 観光名物として、中玉木至る半山児童、タスクバシゴがある。これはもともと、高台にある半山区の住民が、中間や昆州などのビジネス街へ通勤するための利便を図るために建設されたものである。それが、映画、恋する惑星の舞台として登場したことや、このエスカレーター沿いに双方などの観光資源もある、ことから、エスカレーターそのものが、 観光名所として知られるところとなった。巨額の税金を投じて作られた割には利用者層が限られていることなどもあり、当初は不評であった。しかしながら、今や多くの観光客に利用されている。ありがとうございます。